観測印象は、ナチスドイツの勲章。1935年11月に、ヘルマン・ゲイリングによって制定された。主に航空機の観測員や、航空士、爆撃士を対象としており、2ヶ月以上の勤務、もしくは5回以上の出撃が、受賞条件となっていたが、戦闘中に負傷した場合は、条件が免除された。観測印象を保有する者、 もしくは、パイロット賞を保有する者は、より上位の勲章である、パイロット券観測員賞取得の資格を得ることができた。しかし1944年7月31日に、規則が改定され、実際に受けるためには観測員賞・パイロット賞両方の取得後1年以上の勤務が必要になった。廃用する際は、制服の左胸ポケットにつけるが、一級鉄十字章など、 高位勲章がある場合はその下に廃用した。勲章は当初ニッケル銀メッキで作られていたが、1937年からはアルミニウムに原料が変わり、第二次世界大戦の終盤に差し掛かると、次第に金属合金が用いられるようになった。また、フリーガーブルーゼのような戦闘服に廃用するため、布製の観測印象も生産された。 ABALSB2003P60 アンゴリア 1987P168 アンゴリア1987ピアニッシモ177178ありがとうございます。